6月18日金曜日雨。いつもなら部屋で閉じこもってるのに今日は1階に降りていきました。渚さんと話がしたかったんだと思います。リビングルームに渚さんがいました。僕が渚さんの横に座ると渚さんは笑顔で僕の方を見ました。どうしたの咲ちゃん。母さんに聞きたいことがあるんだ。そう言いたかったけどそうしても母さんとは言えませんでした。いつから見てたのと聞いていました。母さんは少しびっくりしたような顔をしましたが、すぐにいつもの悲しげな目と寂しそうな笑顔に戻りました。サチちゃんと一緒にホームページを作った時からよ。当時中3の少女が難なくホームページを作れた理由が今わかりました。サチ、母さんに相談してたんだね。渚さんの悩みがあるなら相談に乗るようが胸に響きます。生まれた時からずっと相談に乗ってくれてたんだ。そう考えると胸が苦しくなってきました。親なんだから親に相談するのは当たり前だよ。でも咲は知らなかったんだろうな、渚さんが母さんだったなんて。知ってたら恋人との情事を、日記に書いたりはしない。咲も僕も子に対する親の優しさには気づかなかった。母さんはさらに話を続けます。恋人役もつけてあげたけど咲ちゃんには無用だったみたいね。たけし君無駄になっちゃった。あ、やっぱり母さんだったんだ。でもトールのおかげで無駄になっちゃったんだね。結局たけしとは別れることになったけどその真相は知らないだろうな。母さんに言う必要もない。辻差先生知ってるでしょ、良平の学校の先生。後であの人がたけしさんに。これはもう知ってるわよね。コクンとうなずいて見せたものの代わりに疑問が湧いてきました。なんで杉崎先生なの。譲らないでそのままとか他の誰かとか。そこまで言うと母さんはクスクスと笑い出しました。だってと言った後一息ついてから続きを話してくれました。だってね、あの人名前がたけしだったのよ。何か運命感じちゃって。でもそれでも疑問は残ります。 ICQ で知り合ったんじゃなかったの。それは知り合った後の話よ。良平のことで相談に乗ってもらってて、最初はメールだったんだけどね。 ICQ の方が便利だもんね。それはもう言わなくてもわかるよ。それでだんだんとと言いかけた母さんを僕は咲の口に人差し指を当てて制しました。親の浮気話を聞く気にはなれません。その思い出は母さんの中にしまっておいて、僕には必要ないから。横に座ってた渚さんがゆっくりと立ち上がり僕の背後に回りました。両腕で僕を包み込んでくれました。良平も杉崎先生も私を裏切ったの。母のぬくもりを感じながら僕は何も言えませんでした。後ろから抱きしめる母さんの腕に少し力が入りました。咲ちゃんは裏切らないよね。ずっと一緒でいようね。離れないでいようね。涙声になってるのがわかります。かなり涙が落ちてたのを感じました。この人にはもう咲しか残されていないんだ。ほとんど家にいない父さんはこの人にとってもはや大事な人ではなくなってた。それは前からわかってた。今はもう咲だけがこの人の生きがいになってるんだ。そこまで分かっていながらも僕は首を横に振ってました。咲ちゃん、なぜ。うなずいてよ。なおも首を横に振り続けました。違うんだよ渚さん。僕は咲じゃないんだ。虫なんだ。あなたの期待に応えられる咲はこの体にはもういません。僕は咲じゃないんです。咲じゃない。お願いだからうなずいてとすでに悲鳴に近くなってる声で言われても僕はうなずけませんでした。僕は母さんの腕をほどき2階へ向かいました。振り返ってみると母さんがどうしてとエプロンの端で顔を覆って泣いています。床に一滴の雫が落ちました。昨日あれだけ泣いたのにまだ涙は出るんだな。
さっきの部屋に着くとすぐにパソコンの電源を入れました。そして全てのデータを消しました。ハードディスクごとフォーマットしました。これで希望の世界は終わった。僕にはさっきと渚さんの作った希望の世界を扱う資格はない。僕は虫らしく日記だけをつけてればいいんだ。虫らしく日記だけを。さようなら希望の世界。